その今ボールをコントロールしました大浦という、まあ、実質ルーキーがボールを組み立てるんですよね。 いいですよね。非常に強気ですよね。そうです。おっといきなりコーナーから打ってきました。7秒6秒というところ誰に託す。ガードナーが持っていく。ゴール下のシェーファーミー攻撃ブロックショットがある。しかしセカンドジャンプ見事。しかしだいぶしつこく言っています。それでも3人ついている。ただしかしオープンショットに逆になるシーンを見ていくと得意のスリーです。いやもう金丸に2人ついちゃったんです、はい、って言いました。結果最後は細谷のスリーです。そしてコリンズはスープ。縦のダブルクラッチっていうんですかね。そうでしたね。そういう感じになりました。これねディフェンスはね、コースに入ってナイスディフェンスだったんですけどね、はい、オープンショットになってきて中に入って切れ込んでいってから安岡です。13点差少し点差が広がった。ここも高い位置もうブラックショット狙っていたアレックス・デイビス。コリンズ回すダンク。フォーサンドダンクでバーブ最初。ちょっと苦しい時間帯にはなりました。さあチャンスにしたいという大浦。ゴール下にボールを出した2ステップ踏んで経験豊富すぎるという鈴木ミマズヘッドコーチ、ね、コーナー3です。アビエル・カーターこの3はどうでしょうか。さあこれでポイント差は1桁になりました。新しい高さと高さのぶつかり合いでした。リーディングドン久しぶりに金丸のシュート決めた。これもまたちょっとくるくるないところ。レースは時間を使う。41秒、時間がなくなっていく。ウィティングトーに通した3人で進みましたミスマッチ。そしてコーナーからまた来た金丸。やっぱりエースはすごい。そしてゴール下の番人ガードナー最後の勝負どころを見せつけて今試合終了。シーホース三河5連勝です。